さあ今回の旅は千葉県房総半島。房総の海沿いを歩くと、そこには食の楽園と絶景が待っていました。勝浦です。勝浦といえばなんか猛暑日になったことがないっていうことでね、最近話題に上がってると思うんですけどね、なんだろう、暑いね、結構暑いよ勝浦。訪れた日の勝浦の気温は31度、猛暑日じゃなくても暑いね、直射日光は。あと勝浦といえばやっぱり朝市が有名だと思うんだけど、確か朝市が行われる日はね日曜日だと思ったんだよね。なのでまあ今日は平日なんでね、街も朝から、なんていうのかな、静かな雰囲気、そんな空気が流れてますな。今度来るときは朝市の日に来よう。朝市の会場のもうすぐ目の前、ここが目当ての富崎神社。さあ勝浦に来たら一度は行ってみたかった富崎神社。その富崎神社の石段、ひな祭りの時期には約1800体のひな人形が並ぶそうなんです。そんな神社の階段登ってみます。よし、登った先にはきっと絶景があるでしょう。終わっちゃったよ。結構そうでもねえな。と思ったらまだ先があるじゃないか。あ、でもこっからの景色もいいよ。ね、いい風吹いてるよ。気持ちいい。それにしてもね、今回の旅はよく歩くな、これ。全然飯食ってねえもんな。今もうね、昼時でそろそろ。着いたんじゃね、鳥居があるよ。よし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 。ずっと初日からそうなんだけどさ、青い空と白い雲、海、もう何度もこの動画でも言っちゃうんだけどさ、本当にいいね。でそれに加えて、まあ、緑、セミの声、いやーしかし穏やかでいいねこの勝浦も。じゃあね、来たかった場所で、お参りもできたんでね、せっかく勝浦に来たからには勝浦担々麺が食べたい。そう、勝浦に来たらやっぱり食べないとね、勝浦担々麺。どこのお店に入ろうか迷った挙句、人気店の久子にやってきました。しかし店頭営業お休み、マジか。久子は毎週火曜日お休みなんだって。知らなかったよ。食べたかったな久子の担々麺。ということで仕切り直し、やってきたのはオーシャン勝浦担々麺。店先の上りを見ると勝浦担々麺公認店と書いてあります。いやーこれは期待できるんじゃないの。
さあ今日は本当に暑い。まずは店内に入って一杯のお水と思いきや、うん、行っちゃった、レモンサワー。そして目当ての勝浦担々麺、初めて食べます。さあその丼の中の勝浦担々麺見てみると、これひき肉、そして大量に玉ねぎが入ってるんですね。そして辛そうな色してるけど、うん、透き通った綺麗な赤色してる。さあ早速スープからいただきます。あーなるほどなるほど、ピリッとした刺激的な辛さがあるんだけれども、甘みも感じることができるスープ、うん、これってやっぱり大量に入った玉ねぎのせいなんだろうね。今まで食べてきたいわゆる普通の担々麺とは全然別物、もうラー油系の刺激的なピリッとした辛さ、これが癖になるし、また玉ねぎの優しい甘みがこう体の中に染み込んでくるっていう、そういう感じの担々麺なんですね。さあもう一つ、そう勝浦といえばやっぱりカツオ、カツオ丼とセットで頼みました。さあこれどうなのってね、もう美味しいに決まってます。カツオはいわゆる漬け丼、そこに生姜をつけて口へ運ぶ、もうカツオの風味が口の中でうわーっと広がって本当に美味しい。いや担々麺同様食べてよかったよ。さあ勝浦担々麺を食べ終えると次の目的地へ向かいます。今度はですね、宇原という駅前にやってきたんですけどもね、駅が改修中なのかな、あの工事中なんですよ、まあ、このようにね、全然、なんていうのかね、駅舎がない、今ね工事中です。で、この宇原の駅から徒歩で海沿いビーチに向かいます。さあ宇原の駅初めて来たけど、駅前何にもないんだね。本当房総の田舎に来たって感じです。そんな宇原の駅から歩いて向かうビーチ、宇原海水浴場、駅からは徒歩10分ぐらいでしょうか。今回の旅毎度おなじみの炎天下の中を歩くと出てきました目当ての場所、それは八坂神社一の鳥居。房総屈指の観光名所、綺麗な砂浜、そして綺麗な海に存在感抜群の白い鳥居。いやー本当に来てよかった。めちゃめちゃ暑いんだけど、晴れた青空に白い鳥居が存在感抜群、思わずカメラのレンズを向けたくなるような場所でした。私食べるとに先ほどのカットから一点違う部分があります。それはどこでしょう。はい正解、メガネです。すっげえ暑くてもうビーチに飛び込んだら、その勢いでメガネがズラバー持ってかれて、予備のメガネ持ってきておいてよかった。本当にもうこれはね大事に使わないと。メガネはなくしたけど思い出は持ち帰るよ。次の場所へ移動です。続いてはですね、阿波鴨川というところに来ました。今夜は阿波鴨川で過ごすことに決めました。で、宿取ってません。一応当てはあるんです。で、今から電話して聞いてみますね。電話がつながらないので直接宿へ向かうことにしました。阿波鴨川の駅から歩くこと数分、向かったのは鴨川ステーションホテル花屋和み館。
宿泊しようと思ったのは近隣のホテルに比べて若干リーズナブルなところと大浴場があるところでしょうかね。あ、すいません。あ、恐れ入ります。今日って予約してないんですけど空いてたりします。いっぱいですか。あ、本当ですか。すいません。ありがとうございます。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。はい。ということで、ラッキーラッキー、泊まらせてくれました。最初断られたのにね。うん。県で一室開けてたところ急遽泊めさせてくれたのかな。うん。部屋は綺麗だし、窓からは空が見えるからいいよね。そして室内にトイレがあるのもグッドです。いやー、ラッキーラッキー、急に来てもうね、いっぱいだって言われたんだけどね、ちょっと待ってって言ってね、まあ一部屋確保してるような部屋なのかな、ね、本当にありがとうございますって感じです。いやー、よかった。でね、お風呂がね、入れ替え制なんでね、もうちょっと急いで入りに行きます。もう最高すぎる。もう突然伺った割にはもうすげえいい部屋だしさ、もうミネラルウォーターは何、2リットルで、2リットル入ってるしさ、大浴場はなんかシャンプーとかボディーソープとか、なんていうの、この洗顔フォームとかね、結構種類が多い、この上がった後の化粧水とかも置いてあるし、素泊まりでこれでね6000円前後、6000切ってたかな、税抜きだと。夏休みも終わりでね、駆け込みで結構混んでるみたいなんだけども、やっぱりまだまだ8月需要あるとこだよね、これね。じゃあお疲れ様。うめえ。やーば。さ、ちょっとね、海に入った時だと思うんだけど、足の裏がね、これやけど見たくなっちゃってね、この石がさ、すげえ熱くてさ、水ぶくれ見たくなっちゃったんだよね、これね。これがさ、歩くと痛いんだよね、この足の裏だからさ、ちょっと今日はいいとして、明日ね、明日どうかな、これね。さあ、夕飯は素泊まりなんで近くのスーパーマーケットベイシアで買ってきました。メニューはお刺身、ほうれん草の白和え、きんぴらごぼう、そして生ハム。このさ、お刺身がさ、特にどこさんとか書いてないんだけど、まあでもうまいんじゃない、千葉の鴨川だから。うん、うまい。からの腰越えじゃないの、やっぱり。そう、やっぱり旅に出ると地元の日本酒飲みたくなるよね。うん、うまい、いい。そうなんです。すっきりして雑味がなく飲みやすい辛口タイプです。このさ、きんぴらもさ、これうまそうだよね。想像通り、うまい。ほら、パッと見ポテトサラダみたい。でもほうれん草の白和え、うん、バッチリ。もう日本酒飲んでくださいっていうようなね、もう酒飲みはこういうおかず選んじゃうよね。鴨川の印象、まあ来て間もないからね、語るに値しないと思うんだけども、まあ今スーパー行く道中でね、住宅が多い。うん、なんか今までは旅に来てんなって感じがしてたんだけど、まあ、ちょっとね、この住宅の多さで現実に戻されたような、そういう感覚。うん、でやっぱりこの今行ってきたスーパーもそうだし、あと駅の向こう側かな、イオンもあるし、まあそういうことなんだろうね。うん、あとそのスーパーに行く道中、
お祭りが近いのかな、神社があってね、なんかいい雰囲気だったね、それもね、なんかこの、なんつうのかな、この明かりといいね、この音といいね、なんか、ああ、いいなーっていう、まあ、明日はね、この鴨川を出て、ちょっとね、行きたい海鮮のお店があるんでね、まあ、この度、ちょっと今日のスーパーのはちょっと抜きとして、この度初めての海鮮をね食べたいなと思います。さあ、スーパーで買ってきたお刺身をはじめとしたお惣菜、ラストスパート。そういえば後から知ったんだよな、人気のチキンストア、今度鴨川に来た時は絶対そのお店行こう。まあでも刺身は普通か、これ。Good morning, everyone. おはようございます。食べるトミーです。ですね、昨夜、まあそうですね、夜中ぐらいかな、もう強い雨が降っていて、まあ、今朝8時半ぐらいにね、やっと止んで、今はもう快晴、絶好の旅日和戻ってきたって感じなんですけどね。この和田浦はですね、行きたい店があるんです。今時刻は10時をちょっと回ったぐらいなんですけれども、遅めの朝食と昼食を兼ねて食べに行きたいと思います。さあ、雨も上がって気持ちの良い朝を迎えている和田浦の街を歩きます。すると見えてきたのは和田浦海水浴場。どこまでも続く長いビーチが気持ちいいんですね。さあ、そんな和田浦で食べたいもの、目当てのお店へ向けてビーチを歩きます。すると見えてきたのは小さな漁港。その漁港のすぐそばにあるお店、それが今回目当てのお店、魚。魚って魚屋でもなくて、魚ってそのまんまのお店なんだけどね、目当ては魚と、そう、和田浦名物クジラなんです。さて、店内に入ると座敷に通されお茶を飲みます。そして窓際に目をやると、そう、窓の向こうに小さな漁港が見えるんです。いやー、ほんとのんびりとしたランチタイム、贅沢だよね、旅してるよねって感じです。さあ、注文したのはこちら、光り輝いた綺麗なピンク色してるこの魚、ウルメイワシ。そして和田浦名物クジラのカツ。まずはウルメイワシからいきます。いただきます。はいはいはい、これめちゃめちゃ柔らかい、もう口の中に入れてちょっと噛むだけで溶けてしまいそうな柔らかさ。いや、注文してほんとよかった。もうお店のおばちゃんがウルメイワシ今日入荷したんだよって、これ東京じゃ生じゃ食えないよって言うからね、もうアジじゃなくてウルメイワシに急遽変更したんだけど、いや、ウルメイワシにしといてよかった。そしてね、甘いの、いや、ほんと美味しい。そして食べたかったんだよ、和田浦名物のクジラのカツ。はいはい、これもね、まあ、なんていうのかな、もう濃厚なの味が、これソースとかかけてないの、なのにもうこれ自体に味がついてるのね。こんなうまかったっけ、クジラって。程よい甘みもあるしね。いや、クジラって本当にこんな美味しかったんだっけ、びっくり。そして米との相性もいいんだね、これね、まあ揚げ物だし。そしておばちゃんがもしなんかかけんだったら醤油がいいよって言うんでね、醤油もかけて食べると、まあこれね、まあ、これもいいんだよねもう本当和田浦来て本当よかった。
さ、今度は那古船方という駅で降りて、まあこれも Google マップで探したんですけど、きっと絶景だと思うんですね。まあこの房総半島の旅で行ってみたい場所の一つなんです。さあ今度は内房に移動してきて、これまたのどかな道を歩いていくんです。すげえな、なんでこんな場所に。そう、見えてきたのは目当ての場所、崖の途中にあるお寺。すげえな、あそこまで登れるのかな。あそこから見る景色はきっといいんだろうね。うん、足怪我してるからね、歩くと結構痛いんだけど、せっかく来た旅先だから登ります。長い階段、一体どこまであるのかなと思ったら、まあ登ってるうちにどんどん見えてきた。うん、結構そうでもないね、下から見るよりね。靴を脱ぐんだね。脱ぎましょう。よいしょ。さあ崖の途中にある寺院、一体そこから見る展望はどうなってるんだい。すげえ気持ちいい。ああすげえ、いい風吹いてるわ。すげえ、あそこが立山かな。で、これなんだろうね、この突き出てるのは何だろう。なんだかわけわかんなくなってきちゃったな。いやしかし房総半島広いけど、まあこれ町から町へ移動してって、まあいろんな景色あるね。ほんとね、いいとこだね。僕ね、旅に出ると必ず夕日を見るようにしてるんですけど、今回の房総半島の旅、振り返ってみると夕日見てなかったんだよね。なので夕日が美しいスポット、これをね今回の旅の締めにしたいと思います。桟橋の向こうに落ちてゆく夕日と富士山、見ることできなかったけど、これもタイミング、旅ってそういうもんだよね。うん、いつかまたここに帰ってくればいいや。その時は桟橋の向こうに落ちる夕日と富士山絶対見よう。さあ今回食べた振り返りです。御宿の年間民宿チャイナで食べた味噌ラーメン美味しかった。徳馬勝浦で食べたオーシャン勝浦担々麺、初めて食べる勝浦式の担々麺は玉ねぎとピリッとしたラー油のスープが癖になりました。そしてカツオの漬け丼も美味しかった。徳馬和田浦の小さな漁港の目の前にある海鮮食堂魚、そこで食べたウルメイワシのお刺身、口に入れた瞬間にとろけるような柔らかさと甘み、そして和田浦名物クジラのカツ、濃厚で忘れられない一品になりました。徳馬登録